ソフトウェアリリースライフサイクルソフトウェアリリースライフサイクルはコンピュータソフトウェアの開発段階からリリース後に成熟する段階までの総称サイクルは最初の開発から最終的なリリースまでが範囲でありソフトウェアの改善やソフトウェアにまだ存在するバグ修正を行う更新プログラムまでが含まれるソフトウェア製品はテスト段階でのユーザーの信頼性に対する 期待値を下げるためにベータ版としてこうに宣伝されることがあり、コンピューター業界ではベータ版の段階で製品にアクセスしているユーザーが最も多い。アルファ・ベータテスト用語は IBM に由来する。IBM のソフトウェア開発に関する同様の用語は少なくとも1950年代から IBM に関係者が使用していた。A テストは公表前の新製品の検証でした。 B テストは製造する製品をリリースする前の検証でした。C テストは製品が一般に発売される前の最終テストでした。ソフトウェアが IBM の製品の重要な部分になると、アルファテストの用語は発表前のテストを示すために使用され、ベータテストは製品の一般提供の準備状況を示すために使用されました。 IBM の初期のソフトウェアプロジェクトのいくつかのマネージャーであるマーチン・ベルスキーはこの用語を発明したと主張しました。IBM は1960年代にアルファ、ベータの用語の利用をやめたが、それまでにかなり幅広い注目を集めていた。お客様が行ったテストを指すベータテストの使用は IBM では行われませんでした。むしろ IBM は フィールドテストという用語を使用しました。プレアルファとは、正式なテストの前にソフトウェアプロジェクト中に実行される全ての活動を指す。これらの活動には、要求分析、ソフトウェア設計、ソフトウェア開発、および単体テストが含まれる。典型的なオープンソース開発では、いくつかのタイプのプレアルファバージョンがあります。マイルストーンバージョンには特定の機能セットが、 含まれており、機能が完了するとすぐにリリースされます。リリースライフサイクルのアルファフェーズはソフトウェアテストの最初のフェーズです。このフェーズでは開発者は通常ホワイトボックステストの手法を使用してソフトウェアをテストします。次に別のテストチームがブラックボックステストまたはグレーボックステストの手法を使用して追加の検証を実行します。 組織内のブラックボックステストへの移行はアルファリリースとして知られています。アルファソフトウェアは顧客にリリースされる前に開発者によって徹底的にテストされていません。アルファソフトウェアには重大なエラーが含まれている可能性があり、その結果不安定になるとクラッシュやデータ損失が発生する可能性があります。アルファソフトウェアには 最終バージョンで計画されているすべての機能が含まれているとは限りません。一般にプロプライエタリーソフトウェアではアルファソフトウェアの外部利用は稀だがオープンソースソフトウェアには多くの場合公開されているアルファバージョンがあります。アルファフェーズは通常機能フリーズで終了します。これはソフトウェアに機能が追加されないことを示します。現時点ではソフトウェアは フィーチャーコンプリートであると言われています。ベータテストは、サプライヤーのサイトでの受け入れテストの後、製品としてのソフトウェアの一般リリースの直前に実行されます。ギリシャ語のアルファベットの2番目の文字にちなんで名付けられたベータ版はアルファ版に続くソフトウェア開発フェーズです。ベータ段階のソフトウェアはベータウェアとも呼ばれます。ベータフェーズは通常、 ソフトウェアが機能を完了した時に開始されますが、基地または未知のバグが多数含まれている可能性があります。ベータ段階のソフトウェアには通常完成したソフトウェア、速度またはパフォーマンスの問題よりもはるかに多くのバグがあり、それでもクラッシュやデータ損失を引き起こす可能性があります。ベータテストの焦点はユーザーへの影響を減らすことであり、 多くの場合、ユーザビリティテストが組み込まれています。ベータ版をユーザーに提供するプロセスは、ベータリリースと呼ばれ、通常、ソフトウェアを開発した組織の外部でソフトウェアを利用できるのは、これが初めてです。ソフトウェアベータリリースは、公開されているか、限られた対象者のみが利用できるかに応じて、公開、または非公開のいずれかになります。 ベータ版ソフトウェアは多くの場合、組織内のデモンストレーションやプレビュー、及び見込み客に役立ちます。一部の開発者は、この段階を、プレビュー、プレビューリリース、プロトタイプ、テクニカルプレビュー、テクノロジープレビュー、または、早期アクセスと呼んでいます。Windows 8の導入以来、Microsoft は、プレリリースソフトウェアを、ベータ版ではなく、プレビュー版と呼んでいます。 2014年にリリースされた Windows Insider プログラムを通じてリリースされたすべてのプレリリースビルドはインサイダープレビュービルドと呼ばれます。ベータはリリース候補のようなものまたは期間限定のデモまたはマーケティング手法の形式を示す場合もある。ベータテスターはベータソフトウェアの問題を積極的に報告する人々です。彼らは通常 ソフトウェアを開発する組織の顧客、または見込み顧客の代表者である。ベータテスターは無料でサービスを提供する傾向がありますが、テストする製品のバージョン、リリースバージョンの割引、またはその他のインセンティブを受け取ることがよくある。パーペチュアルベータ一部のソフトウェアは、いわゆるパーペチュアルベータ版に保持されており、最終的な安定したリリースを確立することなく、 新しい機能がソフトウェアに継続的に追加される。インターネットがソフトウェアの迅速で安価な配布を促進するにつれて、企業はベータという言葉の使用に対してより緩いアプローチを取り始めた。2005年2月、GD ネットはベータ版が何年も止まり、実稼働レベルであるかのように使用されるという現象についての記事を公開した。例えば、Gmail と Google ニュースは広く使用されているものの長い間ベータ版であったと述べています。Google ニュースは2006年1月にベータ版を終了し、続いて2009年7月に Gmail を含む Google アプリがリリースされた。この手法により開発者は残りの問題に対する完全なサポートと責任の提供を遅らせることができる。公開ベータ版と非公開ベータ版開発者は プライベートベータとも呼ばれるクローズドベータ、またはパブリックベータとも呼ばれるオープンベータのいずれかをリリースできます。クローズドベータ版は招待によるユーザーテストのために制限された個人グループにリリースされますが、オープンベータテスターはより大きなグループ、または関心のある人からのものです。プライベートベータは価値を提供できるソフトウェアに適している。 可能性がありますが、スケーリングの問題、ドキュメントの不足、または重要な機能の欠如のために、誰もが使用する準備ができていません。テスターは、見つけたバグを報告し、最終バージョンで利用できるはずだと思う追加機能を提案することもあります。主要なパブリックベータテストの例は次の通りです。オープンベータは、潜在的な消費者に製品を、 デモンストレーションするという二つの目的と、はるかに、小規模なテストチームでは見つけられない可能性のある、曖昧なエラーを明らかにする可能性のある非常に、幅広いユーザーベースでのテストの二つの目的を果たす。ゴーイングシルバーとしても知られる、リリース候補には、通常、リリース、または安定リリースと、長期間維持される長期サポートリリースの二種類の、安定リリースがある。リリースされると、 ソフトウェアは一般に安定版リリースとして知られている。正式な用語は多くの場合、リリースの方法によって異なる。ゴーイングゴールドとも呼ばれる製造へのリリースという用語はソフトウェア製品を提供する準備ができた時に使用される用語である。このビルドはデジタル署名されている場合があり、エンドユーザーはソフトウェア購入の整合性と信頼性を検証できます。 ゴールドマスターまたは GM として知られる RTM ビルドのコピーは大量複製またはディスク複製のために出荷される。この用語はオーディオレコード作成業界特にマスタリングのプロセスから取られている。RTM は製品が一般にリリースされるときに一般提供に先行します。ゴールデンマスタービルドは通常開発者向けのベータ段階にあるソフトウェアの 最終ビルドである。通常、iOS の場合、これはメジャーリリース前の最終ビルドだが、いくつかの例外がある。これは通常、特定の小売りの大量生産ソフトウェアのコンテキストで使用される。これは商業、または政府の生産及び配布における特殊なソフトウェアの生産、またはプロジェクトとは対照的に関連するコンピューターハードウェアの販売で、 バンドルの一部としてソフトウェアが販売される場合です。ソフトウェアおよび関連するハードウェアは最終的には小売店で大量、公開ベースで入手および販売され、ソフトウェアが定義された品質レベルを満たし、大量小売販売の準備ができていることを示す。RTM は他のコンテキストでは関連するハードウェアエンドユーザーのコンピューター、またはマシンにインストール、 または配布するためにソフトウェアがクライアントまたは顧客に配信またはリリースされたことを意味する場合もある。この用語は配信メカニズムやボリュームを定義するものではありません。品質が大量配布に十分であると述べているだけである。エンジニアリング組織からの成果物は複製やウェブ用の画像の作成に使用されるゴールデンマスターメディアの形式であることがよくある。 製品ライフサイクルのマイルストーンの例、一般提供、保守終了の発表、販売終了、保守終了一般提供開始は、必要な全ての商品化活動が完了し、ソフトウェア製品を購入できるマーケティング段階です。ただし、言語、地域、電子機器とメディアの可用性によって異なる。商業化活動には、セキュリティとコンプライアンスのテスト、及び、 ローカリゼーションと世界的な可用性が含まれる可能性があります。ガが必要とするすべての商品化活動を完了するために必要な時間のため、RTM とガの間の時間は一般に利用可能なリリースが宣言されるまでに1週間から数ヶ月かかる場合があります。この段階でソフトウェアは稼働している。ウェブへのリリース、またはウェブリリースは 配布にインターネットを利用するソフトウェア配信の手段です。このタイプのリリースメカニズムでは製造元によって物理メディアは作成されません。インターネットの使用が増えるにつれて Web リリースはより一般的になりつつあります。サポートされている存続期間中、ソフトウェアはサービスリリース、パッチまたはサービスパックの対象となることがあり、 暫定リリース、またはメンテナンスリリースとも呼ばれます。例えば、Microsoft は Windows XP の3 2ビット版用に3つの主要なサービスパックをリリースし、6 4ビット版用に2つのサービスパックをリリースしました。このようなサービスリリースには、単一のインストール可能なパッケージの形式で提供される更新、修正、 および拡張機能のコレクションが含まれています。また、新しい機能を実装する場合もあります。一部のソフトウェアは定期的なサポートを期待してリリースされています。通常、アンチウイルスソフトウェアや大規模、マルチプレイヤーオンラインゲームなど、一般的に長期にわたるサポートを伴うソフトウェアのクラスがあります。この Windows XP の例を続けると、Microsoft は 拡張サポートの終了後、さらに5年間有料アップデートを提供しました。これは、サポートが2019年4月8日に終了したことを意味します。ソフトウェアの販売、またはサポートが終了すると、製品は、サポート終了、廃止、廃半と言われるが、ユーザーの忠誠心は、その後もしばらくの間、時にはあたり ST やシンクレール、ZX スペクトラムのように、 プラットフォームの廃止よりも長く存在し続ける可能性がある。開発者は通常、サポート終了日以降、新しい機能を実装したり、既存の欠陥、バグ、または脆弱性を修正したり、製品のサポートを提供しない。開発者が望む場合は、ソースコードをリリースして、プラットフォームが再び稼働し、ボランティアによって保守されるようにすることができる。ありがとうございます。